種から育てた、リーフレタスレッド、65センチプランターに、定植します。サクッと、定植、防虫ネット、かけて、収穫時期まで、育てます。いただきものの、パプリカの種、一晩水に、さらしていたら、発根しました。うまく育つと、オレンジ色の、大きめの、実を、つけるそうです。セルトレイに、一粒ずつ、巻きます。発根しているので、発芽率も、おそらく高いと、思うのですが、ピーマン類は、平均気温が、高くないと、発芽しなかったような、気が。土を、軽くかぶせ、日当たりの、良いところで、発芽を、待ちます。種から育てた、四季なり一を、枯れかけて、います。まだ警備なので、おそらく、元気になるでしょう。株の体力が、落ちない、ペースで、様子を見つつ、ゆっくーり傷んだ葉を、落として、いきます。新芽も、出てきているので、おそらく大丈夫。復活すると確信しています。無事、容器に復活しました。再び、実もついてきています。収穫が待ち遠しい、今日この頃。いい感じに赤く熟し、今年初の収穫を無事迎えることができました。めでたい、豊作だといいなぁ。続きはウェブで。